池田綾は、日本の女性歌手、タレント、ダンスボーカルユニット C ゾーンの元メンバー、大阪府茨城市出身、ユニオンミュージックジャパン所属、既婚、専門学校在学中に C ゾーンの加入オーディションに合格、2008年3月、同校を卒業と同時に C ゾーンのメンバーとして活動を開始する、2010年2月、ハートキャッチプリキュアの主題歌、 オールライト、ハートキャッチプリキュアで初めてソロ曲を担当した。2011年12月に C ゾーンを卒業。同年3月オリジナル曲による路上ライブ活動を開始し、同年11月には初のワンマンライブを行った。翌2012年4月初のソロアルバムをリリース。プリキュアシリーズではテレビシリーズで主題歌を2作品。 エンディング曲を1作品で担当したほか、クロスオーバー作品の主題歌や挿入歌を多数担当している。また、オンラインゲーム、ファインディングネバーランドオンライン制作会で演説、マイナス、晴れ空物語で、それぞれテーマソング、ファインディングマイアイデアリズム、晴れ空物語をソロで歌い、やきもち競争曲では、テーマ曲、大嫌い、を先、オカリナと、デュエットで歌唱しており、 アニメゲーム業界とは関わりが深い。プリキュアシリーズ関連以外のオリジナル楽曲では作詞も担当している。2020年ソロデビュー10周年を記念し、自身がプロデュースするレーベル、セアネンレコーズを設立。2020年11月9日、2017年頃に結婚していたことを公表するとともに、第一子を妊娠したことを発表した。 2021年4月、第一子を出産。ありがとうございます。